はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。正吾様、三重様、白猫トマト様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。何度も何度もご支援ありがとうございました。恐縮であります。今日は抗がん剤治療で病院にずっと日中いたもんですから、とっと頭ボッサボッサでやらしてもらっておりますけれども、身の回りをケアする気力がないというか、何もやんないとこんな頭になっております。最初に抗がん剤やって4週間以上経つんですけど、抜けてくる気配ないな、髪の毛に。今日は先生に聞いたらですね、抜けない人もいっぱいいますよということで、抜けないといいなぁ、思っております。私の場合は抗がん剤の副作用がですね、胃腸に集中しちゃってそれはそれで辛いんですけれども、まだ寝込むようなことにはなっておりません。まあ1回目はね、10日ばかり寝込んでしまいましたけれども、18歳以下10万円給付、豊島区では現金一括給付を選択したと連絡ありました。そりゃそうですよね。あんなめんどくさい、5万円ずつ2回とかさ、5万円とか商品券とかさ、あんなめんどくさい事務手続き好き好んでやる自治体あるとは思えないんですよね。でもね、なんかもう一回ですね、議会開いてそれを承認しなくちゃいけないなんて、私のところに連絡来たんですけども、私は残念ながら外出できない身なんで、欠席届出すという感じになっております。ありの人はな、武蔵野市以外の、武蔵野市じゃねえ。なんか抗がん剤やると、声が高くなるという副作用もあるらしくて、ちょっと声が高くなってるような気がしないでもないんですよ、私。女性化してんのかな。ありの人はな、武蔵野市外人投票条例改悪に反対の下田大樹議員に、ファックス爆撃があったそうであります。無所属議員6人ぐらいいらっしゃるんですけれども、全滅か、賛成か、みんななんか左っぽくてで絶望してたら、無所属議員の下田議員、反対してくれるそうであります。下田景樹さんの息子さんという特殊な経歴を持ちでですね、選挙ポスターも下田景樹さんと写ってんですけど、相変わらずね、極楽鳥みたいな服着てますね、下田さんね。どこで売ってんのかな、特注かなって、ファックス爆撃あったそうであります。内容がですね、賛成するようにファックスがたくさん来ています。つまり左翼から賛成しろよ、反対してんじゃねえよというファックスですね。ファックス用紙がなくなりました。これ100枚ぐらい送られたらなくなっちゃいますよね。電話メール会って話を聞いていただきたいなど連絡あります。大変申し訳ありませんが、賛否を変えるつもりはありません。たとえ会って話を聞いても、そういう電話やメールがいっぱい来ても反対は変わんないですよということで、頼もしい。これでですね、自民8、公明3、11、下田さんで1で12、議会の定数が26ですから、議長を抜いて12対13で争われるやつですから、あと1人ですね。なんとかね、あと1人反対してくれたら否決できんですけど、そしたらね、松下玲子左翼市長を打ち取れんですけどね。あいつもうね、もう何にも出す、気力とか、なくなっちゃう、オワコン化させられることができる。ネットなんです。威力業務妨害だな。今時ファックス、頭悪すぎ。ファックス送れと嫌がらせの先導してるやつがいるな。ついこの間、共産党員がファックス送りまくって捕まってたな。大半がなぜか同じコンビニの、連続されて送信していたりする。これね、ファックスを送ることは違法ではないんですよ、実は。電話かけるのも全く違法ではないんですけど、同じ人間が何十回もファックスを送る、同じ人間が何十回も電話する、これはダメです。
これはダメです。何十人もが一回ずつファックスを送る。これはいいです。より、多くの人の声を聞けるということで、これは好ましいことです。かえって。捕まったりするのは一人ですげえ送ってたやつなんでしょうね。身元調べて、国籍公開しろ！電話でなく、ファックスするのは、日本語が片言だからだろう。意味わかりますよね。まあそういうことですよ。外国人投票条例だね。反対派を反映させるためにですね、会って話を聞いていただきたい。これは怖いですね。私が下田さんだったら、こんなやつに会わねえな。恐ろしくて会えねえよ。怒鳴られっか、殴られっかね。私もなるべくなるべく断ってます。どんな人いるかわかんないで。ファンです。いつも見てます。会ってくださいっていうのも、ちょっと相手がどんな人かわかんないうちは、会いません。これは、私の自衛のために勘弁してください。私の自然権ってやつですね。今外出できないんで、会うも何もないんですけれどもね。左翼の特徴、何はともあれ、口封じ、論より大声、嫌がらせ、脊髄反射で口答え、逃走しながら勝ち宣言、誤ったら死ぬ。逃走しながらですね、血だらけになりながら、勝った勝ったって言い放つっていうのが笑っちゃうところでありますけれども、あいつら曲げたり謝ったりしたらもう一生浮き上がれないっていう、あいつらの界隈の階級がぐっと落ちると死活問題っていうのものがあるらしいであります。カンナードばっかりやってっから最後は切られるし、私も大嫌いなんですよね。極端なのはですね、私に対する47年ぶりの懲罰委員会設置でしょう。共産党が権力握ったら、私ら奴隷や家畜に脅されるって、本当のことをですね、本議会で大声で言っただけなのに、そんなね、言葉遣いが悪いとか、地方議員は無礼な発言をしてはならないとか、そんなね、難癖言いがらかりで、47年ぶりに懲罰委員会設置しまって、そんなに不満だったらば、侮辱罪だの、名誉毀損だの、訴えりゃいいんだよ、私のこと。いやー、左翼はこれをやんないと気が済まないっていうね、仕返ししなきゃ気が済まないっていう幼稚さね、左翼は甘え、です。私はこれ、確信を持ってます。左翼は甘え、です。特に高齢左翼はですね、国を憎むんじゃなくて、その年まで、騒いで、デモして、駅頭で、プラカード持って、騒げるほど健やかに過ごせたことを、国に感謝しろ。高齢左翼はよ、いつまで国に憎んでんだよ。その年まで無事に生きてこれで。この野郎、バカ野郎。というような怒りが、私の中に、ふつふつとありますんでね。16日にですね、今日ですね、久しぶりに憲法審査会開催の運びだそうであります。都合が悪くなるとですね、大声出して怒鳴って、恫喝して、ある意味左翼らしいっちゃ左翼らしいですね。共産党の名物、国田圭司国対委員長、74歳、国民側から憲法を変えようという声が出ているわけではない。改憲議論は必要ないなんて言っちゃいましたよ。言っちゃいましたよ。自分で何言ってかわってんのかな、この人。ネットの話です。いや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 、なんですぐバレる嘘つくの。どこの国民？日本国民の声でないことは確か。俺は改憲してほしいぞ。改憲してほしい国民は一定数いるだろ。日本人の声はなぜか聞こえないんだよな。国田圭司は共産党支持者を国民と勘違いしてるみたいですけど、それで共産党支持者が改憲って言わねえから、国民から聞こえてこないなんて、ほざいてるみたいですけど、連中は市民ですから。ははは、国民じゃねえから。市民だから、連中は。私は帝国民です。帝国民と名乗ります。改憲議論は必要ない。これ議員として一番言っちゃダメなやつじゃねえの？これが共産党の本質ですよね。論より大声嫌がらせっつね。だって議論しねえんだもん。議員が議論しねえで、何すんだよ仕事。仕事放棄してんじゃねえよ。議員ならまずですね、なんで議論が必要ないか、議論すべきだろう。議論が必要ないって言うんだったらさ、それはこういう理由ですって言うべきだろう。
こんなにも堂々とですね、あの職務放棄言い放ってですね、見捨てない支持者も支持者だわ。左翼は甘え。市民でしたっけ、支持者ってね、あの国民じゃなくて市民。まあ、あのそういうわけで、高齢左翼は特に甘え。甘えてんじゃねえよ。その年まで安全に、騒げるほど健やかに、健康に過ごしてこれたくせに、国恨んでんじゃねえよ。感謝しろ。というような意見を私は持っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。